プロフェッショナレンフドボレンクルプルドゴレツ1945ラズグラトはブルガリアのラズグラトをホームタウンとするサッカークラブ。クラブの名前はラズグラトが位置しているブルガリア北東部のルドゴリエ地域に由来している。1945年からルドゴレツと呼ばれるチームが存在したが1999から2000シーズンにクラブは倒産した。2001年。 アレクサンダル・アレクサンドロフと、ウラジミール・ディミトロフによって、現在のクラブの原型となるルドゴリエが創設された。2002年には、ユースサッカーチームと合併した。2010年9月、ラズグラドに1000人が働く、製薬工場を所有するキリル・ドムスチェフによって、買収されると、外国人8人を含む14人の新しい選手を獲得した。2010から11シーズンは、 BPFG、BP 東部で優勝し、APFG 初昇格を決めた。昇格初年度の2011から12シーズンに、APFG 初優勝、ブルガリアカップ初優勝、ブルガリアスーパーカップ初優勝の国内3冠を達成した。3冠達成は1988から89シーズンの PFC クスカソフィア2006から07。 シーズンの PFC レフスキソフィアに続く3番目の快挙となった。昇格1年目の3冠達成は史上初である。クラブ史上初の UEFA 主催大会となる UEFA チャンピオンズリーグ2012から13出場権を獲得した。2012から13シーズンは APFG で2連覇を達成したが、ブルガリアスーパーカップは ブルガリアカップ優勝の PFC ベロエスタラザゴラに PK 戦で敗れた。2013から14シーズンは2シーズンぶりに国内三冠を達成するとともに欧州の舞台でも躍進した。UEFA チャンピオンズリーグ2013から14は予備予選2回戦のケースロバンブラチスラバ戦で UEFA チャンピオンズリーグ初勝利を記録した。プレイオフで FC バーゼルに敗れたが UEFA ヨーロッパリーグ2013から14グループステージでは PSV アイントホーフェニア NK ディナモザグレブに勝利し首位で決勝トーナメント進出を決めたルドゴレツは UEFA ヨーロッパリーグの決勝トーナメントに進出した初のブルガリアのチームとなった決勝トーナメントは2回戦でバレンシア CF に敗れたが1回戦では SS ラツィオに勝利する快挙を成し遂げた。2014から15シーズンは、監督に、ゲオルギ・デルメンジエ F を招聘グラナダから DF、ブライアン・アングーロ、ボテフ・プロブディフから MF ・アニセットと FW、ハムザ・ユーネス、ポルトゥゲーザから、MF ・バンデルソンを獲得。UEFA チャンピオンズリーグ2014から15、プレイオフで、FC ・ステアウ・アブカレストに勝利し、 ブルガリアのクラブとして、史上初の UEFA チャンピオンズリーグ、グループステージ進出を決めた。8月27日に、ソフィアのバシルレフスキ国立競技場で行われた第2戦は、90分に、バンデルソン・クリスタルド・ファリアスがゴールを決めて2試合合計スコアで、追いつくと、PK 戦では119分に退場したブラディスラフ、ストヤノフの代わりにゴールキーパーを務めたディフェンダーの、 コスミン持ちが2本を止めて6から5で勝利した。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。